さあこれより第4クォーター最終クォーターに入ります。山口大学相手陣22ヤードからファーストダウン、セカンドダウン、失礼しました、ファーストダウン10です。パス成功、ファーストダウン。ここでクォーターバック10番は、縦に切れられました、レシーバーにパスを投じました。ワイドレシーバーこれを見事に伸びやかるようにキャッチしまして攻撃権を更新しております。山口大学ファーストダウン。見事取りましたのは山口大学の42番のプレイヤー、野口でした。観音寺第一高校出身2回生です。山口大学ファーストダウン10。パス不成功。ここでエンドゾーンにめがけてパスを投じました。一気にタッチダウンを狙うというプレーを展開しましたが、しかしレシーバーとのコミュニケーション合わずパス不成功となっています。山口大学クォーターバック10番、木下選手からライドレシーバー。さあ、タッチダウンを狙うワンプレーでしたが、ここは阻止しております山口東京理科大。しかし状況セカンドダウン、残り時間、残り距離11ヤードの状況にあります。山口大学セカンドダウン10、ボールオンは相手陣11ヤード。プレッシャー来る。クォーターバック流れた。まくれるか。さあクォーターバックランプレーを展開しましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。イエローフラッグが挙げられました。果たしてどちらの反則でしたでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。従いましてこの反則により10ヤード抜退し、セカンドダウンやり直しという形になります。先ほどのプレー、クォーターバックプレッシャーをかわさんと、不規則な形で逃げ回る格好になりました。背後によりますプレイヤーが動くことによりまして、オフェンスラインマンその対応のため相手を思わず掴んでしまったものと思われます。山口大学セカンドダウン20。パス成功。この状況、クォーターバック10番左に展開したワイドレシーバー81番にパスを通しました。81番これをキャッチアンドランし、左オープン展開し約10 11ヤードのゲインを果たしております。キャッチしましたのは81番のプレイヤーでした。山口大学サーダウン6、ボールオンは相手陣7ヤード。パス不成功。クォーターバック10番、ここでエンドゾーンへのパス、しかしこれは山口東京理科大見事にディフェンス対応しましてパス不成功とし、フォースダウンに変えております。ゲージさん、メッセージありがとうございます。最後まで頑張ってくれバイソンズ、このメッセージが届くかのような素晴らしいディフェンスを見せています。さあそこでフォースダウンの山口大学プレーします。タッチダウン狙うフォースダウンギャンブル。さあ山口東京理科大阻止できるか。パス不成功。中央を切り込んだレシーバーにタッチダウンパスを投じました。ディフェンスの裏を突くように行きましたが、しかしディフェンス見事に対応しまして、このパスをキャッチ阻止、従いましてパス不成功、フォースダウンギャンブル失敗で攻守交代です。攻撃権テイクオーバーによりまして山口東京理科大に変わります。山口大学クォーターバック10番木下選手からハイテンド81番、
掲示様のメッセージが伝わるかのような素晴らしいディフェンスでこの攻防攻撃を阻止し攻撃権取り返した山口東京医科大。ボールオンは自陣7ヤードからのファーストダウン10。山口東京医科大自陣7ヤードからのファーストダウン。さあまずハンドオフオプションでクォーターバック自らキープを選択しました。クォーターバック24番その走力で右オープン展開を図りましたがしかし山口はディフェンスの集まりよくこのランプレーを1ヤードのゲインでとどめております。続いては自陣8ヤード地点からセカンドダウン残り8ヤード。山口東京理科大学自陣8ヤードからセカンドダウン9。さあ再びクォーターバックランプレーを展開します。しかしこれは山口大学のディフェンス陣対応しましてこのランを阻止しサードダウンに変えます。山口東京理科大学サードダウン10。サードダウン自らキープによりまして右オープン展開しました。相手の逆を突くようにその空いたレーンを狙いましたがしかしそれを山口大学許しません。フォースダウンに変えます。続いては山口東京理科大学フォースダウン8。パントフォーメーションを取る模様です。いやしかしバックスがついています。さあこのフォースダウンプレーの状況を考えましょう。これは素晴らしいプレーでした。プレーをセントするフォーメーションを組みそこからクイックパント意表をつくような形でパントを蹴りました。結果的に山口大学はリターンの構えを取ることができずこのパントは効果的に決まりボールを大きく相手陣30ヤード付近まで押し返す形で攻守上と攻撃権上等となりました。山口東京医科大まだ勝負を諦めておりません。さまざまな策を講じまして突破口を見出さんとしております。3番小野並選手のさあ攻撃権変わりました。山口大学自陣32ヤードからの攻撃に入ります。山口大学ファーストダウン10。山さあ中央へのランプレーだがしかしこれは山口東京理科大ディフェンス陣踏ん張ります。密集点の突破はからんというランプレーをしかしディフェンスライン陣、踏みとどめましてこのランプレーノーゲインとしセカンドダウンに変えます。山口大学ランニングバック11番小山選手失礼しました。木山選手中央。さあ山口大学セカンドダウン10。山これはナイスディフェンス。再びランプレーを展開しようとした山口大。しかしここでディフェンス陣が殺到しましてこのランを中央突破図る前に阻止見事なチャージによりまして約7ヤードロスに変えました。素晴らしい対応したのは51番のプレイヤーの模様です。山口大学51番は中川2回生素晴らしいプレーを見せました。ここでウォーターブレイクが入ります。
試合の体制は大きく山口大学に傾いている状況ではありますが、しかしこの最終盤、山口東京理科大踏ん張っております。全く投手を揃えず、ここで素晴らしいプレーを連発しまして、現在試合を押し返さんという勢いにあふれている状況で、現在ウォーターブレイクに入っております。年数浅しとはいえ、しかし、苦渋を舐め続けたこの数年間が素晴らしい肥やしとなりまして、見事なチームになっております。さあ試合再開です。ここでクォーターバック10番プレッシャーを感じましてスクラム、急遽ランプラインに転じました。しかしその素晴らしいフットワークと、そしてタフな走りによって、山口東京理科大ディフェンス陣を引きずるように一気に前進し、攻撃権更新になりました。山口大学ファースター見事な攻撃権更新果たしました。山口大学クォーターバック10番の木下、池田高校出身3回生、名門府立池田高校出身、アメリカンフットボール経験者でもあります。インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーに転じました山口大学。しかしそのパスを取りましたのは山口東京理科大学24番。インターセプトにより攻撃ダッシュになりました。攻守交代でターンオーバー、山口東京理科大学に攻撃権変わります。インターセプト攻守交代です。見事攻撃権ダッシュになりました山口東京理科大学。インターセプトをしました24番は朝比奈、佐世保西高校出身の4回生です。桃野きらめきさんです。先ほどおそらくは、山口大学の、クォーターバックの木下のランプレーに対する称賛かと思われますが、しかしそれに対して、それを取り返さんとする素晴らしいプレーを山口東京理科大学24番朝比奈も見せました。ここで思わぬビッグプレーが発生しました。山口東京理科大、ここでまずパスプレーにより状況打開を図らんというところでしたが、このパスを山口大学79番がインターセプト、そのまま一気にエンドゾーンに走り込み、見事インターセプトリターンタッチダウンを得ました。山口大学6点追加となっております。素晴らしいインターセプトリターンタッチダウンを決めましたが、山口大学79番の岩崎でした。山口高校出身の3回生です。そして2ポイントコンバージョン、2点を狙いました。しかしここで投じましたパスをワイドレシーバーキャッチできず、結果的に2ポイントコンバージョン失敗、6点止まりとなりました。山口大学48点、山口東京理科大学0点という形にスコア変わっております。両校のエースが素晴らしいプレーを見せまして、目覚ましい攻防戦となりました先ほどのシリーズ。しかし最終的にそれを制しましたのはラインマンの選手のインターセプトタッチダウンという形になりました。最終盤においてもしかしその素晴らしい攻防戦が展開されております2024中四国開幕戦です。結果的にタッチダウンを上げました山口大学のキックオフで試合再開となります。
さあ山口東京力学はこれはリターンしません。フェアキャッチしまして、攻撃権を確保する形を選択しております。11番内山選手によるキック。山口東京力学大学リターナー81番長岡選手のリターン。その2ダウンをしました1からの攻撃という格好になります。失礼しました、ボールオンは、フェアキャッチという形ですのでその位置変わる格好になる模様です。フェアキャッチによりまして自陣25ヤードからの攻撃を選択しました山口東京理科大学。ボールオン自陣25ヤードから山口東京理科大学ファーストダウン10。山口東京理科大学自陣25ヤードから追加ファーストダウン。素晴らしいキャッチが出ました。クォーターバック24番プレッシャー見ながら奥に走り込んだレシーバーにパス。これをワイドレシーバーギリギリの状況ワンハンドでボールを当てましてそのままタグリオセブンに81番キャッチし一気に攻撃権更新です。山口東京理科大学ファースター。素晴らしいキャッチを見事決めましたなワイドレシーバー81番長岡慶信高校出身2回生。さあこれによりましてハーフウェイ付近に上がってきたボールオン自陣48ヤードから山口東京行かないファーストダウン10。さあしかしここで山口大学を見せます。今度はランプレーにより突破図らんと中央突破図らせましたがここで山口大学59番はだかりまして2ヤードロスに変えています。さあ山口東京理科大セカンドダウン12。さあパス成功です。パス成功中央に走り込んだ10番にパス10番タックル受けながら見事にキャッチしまして10ヤードのゲインとしています。ウォーターバック24番浅村選手からワイドレシーバー10番大城選手へのパスは成功。ここでレフリータイムアウトが入ります。2ミニッツウォーニングに入りました。ここへ来て山口東京理科大素晴らしい気迫あふれるプレー展開しております。最終盤に入りましたが先ほどもディフェンス密集点にありましたワイドレシーバー10番の大城素晴らしいキャッチ決めまして攻撃継続図っております。延岡高校出身4回生ここで大きな仕事を決めています。ケイジさんはタクマ君うますぎるよというメッセージでしたので、先ほどのおそらくはこれは長岡選手の下の名前ですね。長岡タクマ選手のことに対する称賛のメッセージというふうに解釈させていただきます。 TK さんはさあバイソンズ以降のメッセージにこれがチームこうするでしょうか。現在非常に勢いを感じる攻防に展開をしております。山口東京理科大学の攻撃シリーズです。さあ2ミッツウォーニング解けまして試合再開となります。山口東京理科大学相手陣44ヤードからサードダウン3。しかしここで山口大学を見せます。中央へのランプレーを展開しました。しかしこれを阻止しフォースダウン。ランニングバック3番宗田部選手オープンをつきましたが山口東京理科大学フォースダウン9ボールオンハーフウェイフォーメーション組みましたフォースダウンギャンブル。続いて50ヤード付近より
フォースダウン残り10ヤードです。パス不成功。クォーターバック20番プレアクションから中央走り込んだバイオシーは81番にパスを投じましたが、このパスオーバースローしましてパス不成功。4回目の攻撃失敗という形になりますので、攻守変わりまして攻撃権山口大学に変わります。さあ攻撃攻守変わりまして山口大学ハーフウェイからファーストダウン10。東京理科大ナイスディフェンス。ここでランプレーを展開しようとしました山口大学のランプレーをディフェンスライン陣一気に飛び込みまして、このランニングバックを阻止タックルしまして阻止しました。ノーゲインとしセカンダーに変えます。しかしプレーとしては中で止まる形になっておりますので時計回り続けております。山口大学セカンダウン10。ランニングバック11番ハンドオフを受けまして中央突破、そこから左にバーンアウトし一気に独走、大きく前進しまして攻撃権更新となっています。山口大学ファースター、ここで素晴らしい走りを見せたのは11番の木山でした。笠岡高校出身回生、大きなプレーを決めました。ここで山口東京理科大学は、後半2回目のタイムアウトを取りました。山口東京理科大学後半2回目のタイムアウトです。各チームは前半後半にそれぞれ3回ずつチームタイムアウトを取ることができます。なんとか状況を押し返さんと山口東京理科大学奮闘しておりますが、現在山口大学が攻撃権を得た状況でタイムアウトを取っております。タイムアウトを解けまして試合再開となります。山口大学相手陣24ヤードからファーストダウン10。ここで選手を中央に固めましたビクトリーフォーメーションを取る模様です。2ダウン時計を回します。ランプレーという形になるので時計は回り続けます。ここでホイッスル。山口東京理科大最後のタイムアウトを行しました。山口東京理科大学後半3回目のタイムアウトです。各チームは前半後半にそれぞれ3回ずつチームタイムアウトを行います。残り時間3秒、次は山口大学の2回目の攻撃になります。2ダウン時計を回します。ここでホイッスル。
試合終了となりました。試合終了です。試合終了となりまして、山口大学ギャンブラーズ48点、山口東京理科大学オールパイソンズ0点で、山口大学の勝利という形でこの開幕戦終了となりました。双方ともこの開幕戦非常に熱気、天候的にも暑さ漂う状況にありながら、しかし素晴らしい奮闘を見せてくれました。全身全力を尽くしましての一戦、見事でした。ナイスゲームでした。試合終了です。山口大学48点、山口東京理科大学0点で、山口大学の勝利です。そして山口大学は見事3連覇を狙う初戦完勝という形でこの試合を遂げる形に決まりました。見事な勝負、戦いぶりでした。両チームナイスファイト、ナイスゲームでした。さあ非常に残暑漂うといいますか、まだ夏の成果漂うという状況での8月25日のナイターゲームとなっている2024の中四国学生アメリカンフットボール開幕戦、結果的にはこの一戦は山口大学の勝利という形に終わっておりますが、これよりも、これより両中チーム含めまして各校入り交えての激戦が始まってまいります。17時30分より愛媛大学対高知大学で、朝のご来場をこれより私の方でも、この中四国の試合は翌週行われる試合を、配信させていただく予定になっております。次節、9月1日の、同じく5時半からですが、スペルショット誤っております、申し訳ございませんが、愛媛大学ボンバーズ対高知大学マリンコーズの一戦が行われます。愛媛大学は少数可兵ながらも、しかし常に、優勝戦線にとどまっております強豪勢の一角であります。今季もその、状況は変わりませんが、しかし今季こそはと挑まんという形で今シーズン挑んでくるその初戦になりますでしょう。対します高知大学は、2018年の一騎躍進の、中四国制覇の記憶新しい、チームでおります。しかしコロナ禍にありまして非常に厳しく、ディビジョン2に甘んじる時期がありました。今季久方ぶりの X、ディビジョン1昇格の状況を得まして、さあ果たしてこの機会を得て再びその2018年の躍進を取り戻す形ができるでしょうか。大いに期待したい一戦でもあります。来週9月1日15時30分またその試合を配信させていただく予定になっておりますので、ぜひ皆様ご注目いただければと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはブロンダが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちを奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学へ高校で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を良いとワントするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた後に次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついで挑み尽くしに至れなかったこの世界の物語を、
私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして続きへと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は中四国アメリカンフットボール協会の協力を得まして、その実況と配信をさせていただきました。その担当は私道楽屋一夜でした。また翌週もお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。